はい、どうも、激辛マニア、ユッキーです。今回、食べますのが、こちら。日清のラオウの、激辛、焦がし激辛豚骨。ということで、ラオウ、ね、久々ですね。ラオウは食うのは、もう、ものすごい久々。昔、ほら、ラオウって、生麺だったんですよね。生麺。でも今は、まあ普通のノンフライ麺になってんのかな？うん。昔ラオウはその生麺タイプだったんで非常に美味しかったんですよ。で、まあなんで変更されたのかはちょっとわかんないんですけど、なんだろうね、採算が取れなくなったのかな？うん。だから、カップラーメンの中で一番、美味しかったっていうのがラオウだったんですよね。今から何年前だろうな。今から15年前ぐらいか。その頃はまだ、まあ生麺タイプだったんですけど。まあね。まあその分高かったんですけど、まあ、うん。まあ、その分高かったんだよね。でもやっぱうまいなって。ね、普通のカップラーメンがまあ、ノンフライ麺だったりとかフライ麺でしょ？揚げたやつだからね。じゃあいただきまーす。生麺って書いてないよね、多分ね。今のね。うん。うん。これ、あれだな。これ辛いっていうか、これ山椒だね。うん。なんか山椒の辛さみたいなのはありますけど、まあ、非常に、まあ弱い。サイトによると、こちらが、山椒練り込み麺を採用。うん。まあ、山椒って言ったら、うなぎですね。うなぎに山椒をかけるっていうね。もう10年以上の、うなぎ食ってないんですけどね。高すぎてね。このラオウのは今現在3種類出てる。うん。この激辛豚骨と、焦がし醤油と、焦がし味噌。全部で3種類出てるみたいです。まあ一応その中では一番まあ激辛っていうか、まあ、うん。他のやつは別に激辛とか書いてないですね。山椒は油っぽいものをさっぱりとさせる。食欲を増進させる。辛み、しびれが舌を刺激して味覚が敏感になる。という効果があると言われています。山椒を麺に練り込むことで、
噛むほどに山椒の風味がじんわりと香り、焦がしスープの香ばしい風味をより引き立ててくれます。うん、焦がしとは、香ばしいは、甘み、塩味、酸味、苦味、旨味に続く第6の味覚と言われています。あ、香ばしいね。はぁ、あ。この新しさに着目して香ばしい風味を特徴とした焦がしをコンセプトにしました。事実、ラオウも焦がしたらうまかった。まあ、何を焦がしているのかっていうと、多分野菜が焦げてんのかな。あんまよくわかんないですけど。うん、まあ山椒の味が強すぎて焦がしなのか何なのか全然わかんないですね。うん、ほとんどこれ山椒だぞ。これ山椒ちょっと味強すぎねえか。豚骨って書いてあるんだけど、山椒の味が強すぎて豚骨なのか醤油なのか全然わかんない。うん、ほぼわかんないですね。あ、激辛焦がしマー油で、香ばしい辛さを引き立てたコクのある豚骨スープ。マー油って何？マー油って何なの？ラー油のパクリみたいなやつ。マー油って何なんだっけ？何のあれなんだっけ？マー油って何なの？ググってみようか。マー油。マー油とは、揚げるあるいは炒めるなどして焦がしたニンニクとごま油で作った調味油である。あ、へぇ。あ、ニンニクなんだ。マー油って。マー油、ニンニクか。焦がしたニンニクとごま油で作ったあれだって。へぇ。熊本ラーメンをはじめとするラーメンやチャーハン、唐揚げなどに香り付けに使用されると。このマー油というののマーの部分がカタカナでマーなんですけど、それを、麻薬のまでと、油って書いて、表記されることがあるんですが、これは中国語では、ごま油を指すと。なので、間違いだ。で、馬から採取され、シャンプーや化粧品に使われる動物性、油脂の馬油。まあ、馬油っていうのかな。これも、まあ、別物と。だから、この焦がしたニンニクは、の油は、カタカナでマーという、マー油っていうのが、まあ普通だと。そういうあれだな。このうま油っていう、あれね、シャンプーとかに使われる、これあれ。これあれなの、そんな、そのまんまなんだ。馬から取ってんだ、油を。
なんであれなんだろうな。これをシャンプーに使おうと思ってる、その、思った人すごいよね。ぶっちゃけ豚とかさ、牛とかでもよくねって話よ。なんでわざわざ、あの、馬の油なのかという。これな、なんて読むの？バユ？マーユ？あ、バーユ、マーユだって。馬の皮下脂肪を原料とする動物性、油脂のことである。主に食用の馬を解体する際に、腹や、首の部位から、採取される。オレイン酸、パルチミン酸、パルミトレイン酸、リノール酸、リノレン酸などを多く含んでおり、古くから皮膚治療の民間薬に用いられてきたが、医薬品のような効果効能は認められていない。これ断言されてますね。まあまあそんなもんだよね。民間療法なんてそんなもんだよ。あれ結局、民間療法でさ、昔あったのが、あの、やけどしたら、あの、マムシ酒を、ね、体に塗って、それで治るみたいな。昔俺のあの、兄貴が、あの、とんでもない、あの、事故を起こしてですね。俺が4歳くらいかな。兄貴が6歳ぐらいの時に、あの、親戚のうちのトイ、あの、親戚のうちの、あの、風呂入ってたんですよ。そこで。で、風呂から上がった時に、こう、パカって、多分、俺の記憶が正しければ、パカってこう、ドアを開けた時に、その開けた先に、なんか、あの、やかんを持った、あの、ばあちゃんがいて、で、それでこけて、あの、ビシャーって、あの、ね、かかったんですよ。熱湯が。で、その時に、あの、まあ、多分救急車呼んだんだろうけどね。うん。で、その際に、あの、待つ際に、その、まあ、塗ったんだかな。もしくは水をぶっかけられたんだか、ちょっと覚えてないんですけどね。うん。うん。スープはわりかし辛いな。うん。スープはわりかし辛いですね。で、ここでまたトリビアです。まあ、トリビアってこともないんですけど。あの、最近まあ、知ったことなんですけど、まあ、最近っていうかね、うん。まあ、いわゆるマムシとかの毒蛇に噛まれた時に、あの、血清っていうのがあるじゃないですか。あれがですね、あれもこの馬から取ってるんですよね。血清っていうのがね。馬にその、いわゆるマムシの毒を注射器で注入して、で、そうすると抗体ができるから、それを、何日後かに、何ヶ月後か分かんないですけど、に抗体ができて、その血を取って、それが、ま、血清と。すごいよね。発見した人すごいよね。だいたいなんでそもそも馬なのかって話ね。馬なのかっていうのも、ちょっと分かんないですよね。俺は。わかんなきゃググれって話なんだけど。ググってみるか。ちょっとググってみます。馬すごいよな。だからそれどうやってあれだよね。考えついたかっていうの、血清。いや、その血清じゃねえんだよ。血清。ウィキペディア。
血液が凝固したとき、上澄みにできる、泡、黄色の液体成分のことである。これ何て読むのこれ。結晶。小っていう漢字がすげえ難しい。結晶が凝固成分を含むのに対して、凝固成分をほとんど含まない、あるいは含んだとしても少量のものを指す。うん。ああ、あれね、血液をこう遠心分離器にかけて、で、ね、するんですよね、多分。あれ、毒のあれは一切ない。動物の血清を医療に利用するのを、抗血清と呼ぶ。かつては馬の抗血清を用いた病気予防や治療が行われていたが、血清病と呼ばれる副作用が激しいため、現在は用いられなくなっている。あ、そうなの？マジかよ。馬もう使われてないんだ。はい。それを最近知ったのに、使われてないって、なんだっけ。たけしのバンブス創世記っていうあの番組を YouTube で見てて、まあ、あれも20年ぐらい前のあれだからな。毒。毒蛇に噛まれてしまったら、抗毒血清を使いましょう。抗血清。ウィキペディアで抗血清ですね。抗血清とはポリクローナル抗体を含む血清。抗血清の多くの、病気を、受動免疫を、伝達するために、使用される。過去人の生存者から、受動抗体の導入は、エボラ出血熱に対する唯一有効な、治療法である。ああ、だから、あれなんだね。馬じゃなくて、人でもやれるんだけど、それはまあ、エボラ出血熱だけの、だけってことか。エボラ出血熱も、なんか、どんな病気だか全然わかんないけど。聞いたことあるな。血清療法。動物、かっこ馬などに毒素を、無毒化、かっこ弱、もしくは、弱毒化した上で注射し、毒素に対する抗体を作らせる。血清療法は、この抗体を含む血清を病気の治療や予防に用いる方法である。例えば、ニホンマムシやハブの毒素に対する抗体を馬に作らせる。マムシなどによる、交渉の際、この血清を患者に投与して治療する。ただし、馬血清は人にとっての取って異物であるので、投薬の際はアナフィラキシーショックと、遅延型アレルギーに対する十分な注意が必要である。あ、そうなんだ。なるほどね。で、ここからまた聞いた話によると、まあ、マムシ、日本マムシとかハブっていうのは抗体があるんですよ。まあ、抗体じゃあ、血清があるんで、いいんですけど、
一応日本の中では一番毒素が強い、ヘビっていうのが、ヤマカガシってやつね。赤と黄色と黒のやつ。で、このヤマカガシっていうのに噛まれた場合、血清がないので、ほとんど死ぬらしいです。多分。血清が存在しないらしいですね。日本にはね。うん。で、ヤマカガシっていうのが、割と50年ぐらい前か、100年ぐらい前か、わかんないけど。50年から100年ぐらい前までに、毒蛇っていうこと知られてなかったんですよね。ここら辺もちょっとググろうかな。ヤマカガシね。当時は知られてなくて、1932年に、交渉時に、出血傾向が見られるなどの、数例の、交渉時の、報告例はあったが、以前は無毒種と考えられていたと。で、交渉時の症状が、ブームスラングと一致すること。なんだ、ブームスラングって。口述する死亡例などから、1974年に有毒種と報告されたって。50年ぐらい前なんだけど。50年ぐらい前まで、までは、もうずっと毒蛇じゃないって言われてたっていう。これすごいですよね。1974年に有毒種と報告されたんだよ。ほんの50年前まで、日本で最強の、毒蛇。っていうのも、まあ、これ、ね。これなんでかって言われると、このヤマカガシっていう、蛇はですね、非常に、臆病な性格でですね、速攻でまず逃げるんですよ。とにかく逃げる。んで、それを、それなので基本的にね、まあ、ちょっかい出しても、大体逃げるんで、まあ、子供の時とかに、普通に、尻尾を持ってね、こう、回してたりとかって、したりしてる遊びに使ってた子供とかもいるらしいんですよ。まあ、それでも噛まれなかったって。で、噛まれたとしても、この、ヤマカガシはですね、まあ、ハブとか、あと、マムシのようにですね、口の、まあ、前歯のところに、毒の牙はないんです。で、こいつは、奥の方の、ものすごい奥の方の、歯でしか、あれ、毒がないんですよ。だから、思いっきりその喉の奥までガブって噛まれることがない限り、毒は、入らないと。まあだから、全然知られてなかった。ほんの50年前だぞ。ちなみにこいつの毒はですね、どれだけ強いかっていうと、なんと、
日本マムシ。まあ、マムシ。マムシさんの、4倍から5倍。強いと。マムシくんの4倍から5倍強いと。ちなみに、ハブさんが、マムシより、弱いです。マムシの2分の1ぐらいの、毒の強さね、弱いです。だから主にマムシっていうのがすげえ、まあ、気性が荒いんですよね。うん。だから間違えて踏んづけて、で、噛まれるっていうことがある上に、前歯に毒を持ってるから噛まれたらもう、ほぼ 100%、まあ、毒が入ってしまう。うん。まあ、ハブは俺見たことないんで、沖縄しか存在しないですからね。沖縄と奄美大島しかいないんで、これハブは僕ちに見たことはありません。で、この強さ、毒の強さっていうのを表すのが、大体、この、半数致死量と言ってですね、20g のマウスに対する半致死量。つまり、これだけ打ったら 50% の確率で死ぬっていうのが、半数致死量。で、こちらが、静脈注射で 5.3 マイクログラム。だからこの値が小さいほど強いってことですよね。つまり 5.3 マイクログラムを、20g のマウスに、打ったら 50% の確率で死ぬと。で、これが日本マムシが、19.5 から、23.7 マイクログラム。だから、おおよそ4、5倍、強いということです。で、ハブが、34.8 グラム。まあ、34.8 マイクログラム。で、奄美大島の個体は、47.8 マイクログラム。結構個体差がでかいですね。うん。沖縄の方は、強いと。奄美大島のは弱いってことですね。はぁ、あ。これも不思議ですよね。まあ、やっぱ島だからその独自の、あれなのかな。独自の、ね、生態系なのかね。そしてさらに僕ちんの、全く激辛とは関係ない話をさせていただきますけど。先ほど最強の、日本最強の、ね。山かがしくん。こいつなんで毒持ってるかっていうと、生まれた手は、毒持ってないんですよ。うん。これなぜか。というのも、この山かがしくんが、食べる、ものが問題でしてね。ヒキガエル。ヒキガエルって、まあ、すごい、でかいカエルなんですけど、あいつは実は毒を持ってて、体の表面にですね、ブツブツして、突起があるんですが、あれをですね、まあ、うん、あれが毒なんですよ。うん。で、強くこう持ったりすると、その毒がビャって飛んだりするんです。で、それが目に入ったら、失明しちゃうぐらいの、結構強い毒なんですね。で、あれを好んでめちゃくちゃ食うんですよ。うん。で、その毒を、ために溜めて、溜めるんで、それでまあ毒が強くなっちゃう。だから、赤ちゃんの、ヘビ、山かがしくんには、全く毒はないんです。うん。
というトリビアですね。うん。まあ、この話聞いただけだと、あれですね。あれに似てるよね。貝、牡蠣。牡蠣。あれ、牡蠣とか貝とか、海の貝とか、いるじゃないですか。サザエとか。あれも、結局、ほら、牡蠣とかも、ほら、食当たりするでしょ。あれ、なんで食当たりするかっていうと、結局、その水自体が、水がさ、なんか、毒を溜め込むんですよね、その。水の毒素を溜め込んで、だから養殖だったら毒はないんですよ、結局。うん。だから海とかの、まあ、生活排水とかですね。ああいったものの、その毒素っていうのを溜め込んで、しまうので、天然の、まあ、牡蠣とかは、食べたら、食当たりすると。で、さらにこれも面白いところが、毒といえば毒、フグです。フグもですね、実はあれ、生まれた時は、いや、これ違うね。これ違ったんだよな。フグもね、基本的にはね、まあ、それと同じなんですよ。だから、貝とか、その、牡蠣とかを食ってるんですよ、あいつらは。だから、それで溜め込むんですよね、毒をね。だから、まあ、生まれた時は、毒がなかったり、あったりするんですけど、これもわかんないんですよね。なんで毒があるのかはないのかわかんないんですけど。で、個体によって、まあ、取れた場所とかによって、その、フグの毒っていうのが、弱かったり、強かったりってするのが、フグなんですよ。だから。だから基本的に考えれば、養殖のフグだったら基本的には、ないんだったかな。毒は。確かでもあるような気したな。うん。だから子供でも毒はあるものと、ないものがある。だから養殖にしても、ないものとあるものがある らしいです。これも、まあ、結局、謎です。うん。これ謎ですね。ああ、面白かった。はい、ということでね。長くなりましたけど、食べました。まあ、これ辛くねえな。辛さ度数30ぐらいじゃん。辛さ度数30。ご視聴ありがとうございました。